こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は5月15日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。5月15日はおうし座。現実的で洞察力に優れている、実際家ですよね。せやねんけども、感情のエネルギーもとっても高くって、やや怒りっぽいプンプン仮面さんである。で、直感鋭く、自分のさ、ひらめきとか思いついたこととか、なんとなくこうやるなと思ったことを現実に結びつけていくっていう才能っていうか、センスっていうのが強いんですよね。だから、なんとなく、思ってたことがそうなったみたいなのが結構あらはるのもこの人の特徴かなというふうに思います。で、理論よりも実践派で、もう習うよりも慣れろの人ですよね。だから、何できもせえへんのに言うてるだけの人のことを心の中でバカにしてると思う。机上の空論とか、なんやろな、偉そうだけに言うけども、なんやろ、実際できひんやみたいなのは、この人5月の15日は尊敬しないっていうか、っていう感じかな。で、この人はそのさほど野心的ではないなというふうに見てて思いまして、で、チームの接着剤的な役割っていうのをうっかり担いがちっていうか、自分がそうなりたいとか思ってる思ってないにかかわらず、グループの、なんていうの？その人間の群れの中の、なんかこう、接着剤、その群れをまとめるような役目。そのリーダーじゃないねんけども、なんか、5月15日がおるから、なんとなくみんな、まあまあ、まとまってるみたいな、そういう役目をね、意識的にか無意識的にか、どっちでもいいねんけども、担いがち。っていう風な役目があったりしますね。で、基本的に誠実で、頼りにされやすいです。で、親切で思いやりもあるし、こう理想が高くってさ、それは自分に対しても憧れの存在とか、こういうのが美しいとか、こういう風なのが粋やろうとか、こういう風なのがまあかっこいいとか、そういうこう理想に対するこう憧れの気持ちっていうのが結構強かったりとか、もう一つ、自然とか芸術ですよね、を愛するような気持ち、その美しさ に対する憧れの心が強いんですよね。で、センスも高いです。わかるっていうのはやっぱりある程度の、強さやって、わかるっていうのは強いことやってね。それがあらはるんですよね。だから、美しいものとか、こう、ようできてるなってシステムとかに感動してしまう、感動してしまう、反応してしまう。まあ、何でも構わへんねんけども、こう、何しか反応するし、それがいいなって自分でも思うんですよね。だからこう、綺麗な数式とか、すごいうまいこと動線がいってるキッチンとか、まあ、建築物であったりとか、めっちゃうまいこといってるやん、これ、みたいな、その、自然の無駄のない、こう、システムとか、うまいことしてるな、みたいな。そういうものに感動するその、部分っていうのがあって、この人のなるな、そのチーム、その何かの流れ、何かの団体の流れに対する秩序っていうものを愛している部分っていうのがすごく反応するみたいなんですよね、この人の。で、そういうのはこの人はこうクリエイティブに使っていけるといいよなと思います。とってもそういうこう想像力、高校年の想像力はイマジネーションね、だったり、自然に対する美に対する反応、美に反応してしまう、魂の何やろうな方向性だったりとか、洞察力だったりとか、独創性ですよね。みんながみんなそうやって反応してるわけじゃないし、で、自然やそういうこう別に人間が人工的に作ったシステムであったりとか、無駄のない構造だったりとか、そういうものにうわすごいな、かっこ、無駄がない、かっこいいとか、美しいとか、
そういう理解とか共感っていうしてしまう能力って武器なんですよね。でそこは、言語化できてたら方が強いんやけど、認識できてたらそら強いんやけども、なんか分かんないけど気持ち悪いなっていう、これなんか無駄っぽいな、気持ち悪いなって、嫌だな、なんか怖いなみたいな、そういうこう違和感に敏感であるっていうのもこの人の個性かなというふうに思います。そのそういうこう、調和秩序がなされているシステムとか、デザインに関しての反応する能力がとても高かったりするので、そうじゃないものに対して気持ち悪さを覚えたりするんですよね。でそれはこの人の武器になります。正直その初めに入って渡された状態だと何の武器なのか全然分かれへんし、そもそもない方がハッピーなような感じる、敏感さだとは思うんだけれども、これはこの人の武器の礎となるようなものだなというふうに私は解釈しています。でちょっとこうなんて安定を望み、人間社会ではさ、安定を望み仕事をして経済的に自立することってとても重要視してると思うんですよね。大人になってはったら、大人になる前でもかな、なんかちゃんとしなあかんってどっかでこう強く思ってるっていうか、で勤勉で几帳面で秩序を愛する、こう常識的であろうとするって、こうちゃんとした大人がちゃんとなんやろな、ルールを守ってシステムが流れていくってことに対する気持ちよさっていうのを求めると思うんですよ。だからなんかみんなちゃんと信号を守ってるとか、みんなちゃんとこう道路のルールっていうのを守って、踏切の前で停止してちゃんとこう隙間を開けながら行くとかって、ああいうの見ると素晴らしいとかってこう思うっていうか、そういうなんやろうな、そういうところがあらはるんやな。でそれはなんて言ったらいいの、その置かれた環境で、例えば人間関係とかでも、例えばその冷蔵庫の位置一つにしても、ここちゃうやろって気持ち悪さっていうのかな、なんでここにこれあるんって、おかしいやろみたいな、そういう違和感に対して敏感なんですよ。だから気持ち悪いし、なんでこの人この時にこういう風に言えるかなっていう、職場でちょっとこう自分が思ってるような良い流れで仕事をしてくれへん人が上司だったりとか、地域の、まあ、仕事を引き継いだら、なんでこんなやり方でやってるんとか、そういうのに対してすごくこう気持ち悪さを感じるのね。それはこの人の才能はめっちゃ反応すんねんけども、もうイライラすると思うねんけど、それを利用するたくましさが求められていくわけ。ここがこの人の精神的な修行だったりとか、大人力っていうのかな、を鍛えるところやって、こう本能的にこう人間関係とか環境の違和感とかそういうものを感じ取る力が強いわけ。じゃあどう感じ取ってどないすんねん、ただもうそのグループの働きを理解し、まとめる力っていうのを発揮することになっていくわけ。冷蔵庫ってこっちのコンセントの方を使ってここに置いた方がいいと思いませんとか、この部長にハンコもらいに行くあの流れなんですけどって、このシステム採用しませんとか、ここに話通してから部長に持ってった方が揉めにくいと思いませんとか、そういうのをこうみんなを協力させる方向に持っていく、誘導する役目みたいなものを5月19日は持ってたりするんですよね。めんどくさいんやけども、誰でもできる仕事じゃないんよそれって。見てみんなそれでいいって思って持ってる人、それがおかしいと思わない人も多いねん。分かって持てるって時点でもうお前の仕事だみたいな感じやったりすんねやんか。大変。大変。でもまあ、そういうこう理解と共感ですよね。で、それはなんつったらいいの、家族の中での、不和、不況っていうのかな、であったり、感情的なものでもそうですよね。そういうこう、システムとか、どうせ生活動線とかそういうことじゃなくても、なんやろな、ちょっとこう、まあ、兄弟間とか家族間でもこう、お父さんいつもお兄ちゃんに八つ当たりしてるよねって、お兄ちゃんが悪いんじゃないよねって言うてくれるだけでも、そのお兄ちゃんは結構救われたりするね。その分かってくれる人がいてるとかさ、
そのもう八つ当たりしちゃうと、年子とおっさんをどうこうすることはできんかもしれへんけども、八つ当たりされてしまってるお兄ちゃんをあんたが悪いんじゃなくて、あれはお父さんの八つ当たりやからしょうがないなって、もう大人になるまで頑張ろうなみたいな、もうそういうふうな、こうなんやろな、そういうこう理解し共感してあげて、あのその場を秩序、その場に秩序をもたらすような役目っていうのを持ってたりするんだよね。できる人なんですよね。イライラすると思うんですけども、その自分の違和感に敏感であるっていう才能っていうのを利用するたくましさっていうのは、社会、違うの、役目的に求められやすい、位置的に才能的に求められやすいっていう感じですね。で、たまにそのもちろんその自分だってさ、一生そんなさ、分かってあげるとか理解してあげるっていう役目やってられへんから、たまに気分嫌になると思うのね。気分でかもうやってられませんみたいな気持ちになる日あると思うので、そういう時って、あの全てを台無しにしてしまいたいっていう破壊的な動きが出たりするのよ。それなんて言うなら、この人のそういうこう面倒くささとか、どうでも、もうどうだっていいやみたいな、もう何だっていいみたいな破壊的な、考え方みたいなものがわって出る瞬間があんねんけども、これは安易な消費で自己逃避するっていうのにもつながっていくんだよ。まあそういうとこあるよねって話と、じゃあどうしていけばいいのっていうと、ここにつながってくんやけど、クリエイティブに活用すべきやでってところにつながってくんよ。結局自分のエネルギーの吐け口っていうのをもうちょっとこう、なんて言ったら、作っておいてほしくって、イライラしたり、もう嫌やってなった時に、自分のお金をジャブジャブ使うことによって、気を晴らしたりとか、今まで積み重ねてきたものをぐちゃぐちゃに壊して、なんかこう、手放した気になって、すっきりしたり、手放した気になったりっていう風な、ちょっとこう、紛らわせるというか、なんていうの、ごまかして、現実逃避してしまうっていう風な、身も蓋もない破壊行動が出てきたりすんねんけど、そこはやや元気な時に、まだエネルギーが余ってる時に、自分の中の感性を生かして表現する道っていうのを始めると、いい自己実現の道になっていくの、この人。っていうのも、美しいものとか、美しいシステムとか、美しい構造、美しいデザインみたいなものに対して の人よりも感動する器を持ってらっしゃるので、それを使って、それは、なんていうの、お金をさ、無駄遣いしてすっきりするとか、バカ食いするとか、お酒いっぱい飲むとか、カラオケで大騒ぎするとか、いっぱいいらないものを捨てるとかっていうのも、すっきりして楽しいと思うんやけども、それって、毎回それやったら、自分がちょっとずつこう、摩耗していくやん。で、そういうこう、破壊的なストレス解消じゃなくって、積み重ねていって、こう、なんかちまちまその、何かを作る、何かをプラモデル作るとか、絵を描くとか、もうすごい好きな漫画家の漫画読むとか、大好きな推理小説読むとか、ドラマ見るとか、好きな歌手のコンサート行くとか、もういっぱい、何やろな、IKEA みたいなさ、IKEA とかその、インテリア、大塚家具とか、大塚家具もないんか、インテリアさん、インテリアショップ、上等な家具見に行くとか、家電屋さん行って最新の家電をいっぱい見て、うまいことできてるなって感動するとか、そういうこう自分の中の感性を生かして、できれば作ったりとか表現したりとか、自分はこういうのがええんやって思ってるみたいな、そういうこうそっちのクリエイティブな方に流してほしいんだよね。私もともとキリスト教の学校行かせてもらってたんやけども、中学高校ってドン・ボスコっていうキリスト教のおっちゃんがおって、牧師やねんけども、ほら、ああいう、こう昔のヨーロッパって孤児とか、悪いことせへんかったらご飯食べられへん男の子がいっぱいおったよけん。で、教会ってさ、なんていうの、そういう子たちに教育をしていくのも役目やったわけね。で、国とはちょっと独立は国とちょっと違ってさ、教育を入れたりできたったから、言うたら貧しい子供たちが悪いことせえへんために、悪いことせんと勉強したりとか、ええことするように、どういうふうにエネルギーの漏れ出るのを継ぎ止めようっていうふうにやって、そのやった教育法っていうのが予防教育法って言って、そのドン・ボスコっていう牧師のおっちゃんはどうやったかって言ったら、楽器渡すねん。で、
悪いことしてる暇あったらラッパの一つでも吹けるんだりやってて、ブラズバンドみたいなのをやらせるわけよ。でやっぱりやらせたら楽しいからさ、みんな練習して曲ができたら嬉しいから一生懸命練習するんだって、その、 悪いことする時間を楽器を練習する時間にすげ替えさせて、予防教育法っていうのをこう作って、日本のそのカトリック系の学校とかやったらそういうふうなこう合奏やらしたりさ、聖歌隊やらしたりさ、ああいうのがつながってんねんけども、その5月15日は結構そういうこうなんつうの予防教育法的なやつが結構能動的に必要な人やって、そうじゃないとイライラした時に自分をこう虫歯じゃないけどさ、溶かしてさ削ってさすっきりするみたいな、自分を削っちゃうんだよね。それは私としてはもったいないから、そのセンスとか喜びみたいなものを育て生かす方向で、あなたの自己実現だったりとかストレス解消だったりっていうのを持っていくっていうのがあなたにとっても周りにとってもいいんじゃないかなっていうのは思います。伝わったかな、言うてること。そういう感じで、まあ逆境を持ち前の人間力で乗り越えて味方につけていくような、そういう強さのある人です。でもアイデアを実現する力、さっきのほら冷蔵庫ここじゃないと思いますよみたいなさコピー機の言うことは違うと思うんですよねみたいなさ、あると思うね。そういうのが分かっちゃう人やから、分かってる人間で、しかもこうそういうのをこう味方につけられる人間力みたいな可愛らしさみたいなものがあるんだよな。そこっていうのをこう武器にやっていけるんじゃないかなっていうのと、頭の回転が速くてカリスマ的である、で新しいもん好きで技術の習得とかも早い方だと思いますよ。でそれを実は商売に使うこともできはるし、まあ人から支持を得る役目ですね。まあお金の運もね結構あるんですよね。商売の才能もあります。だからそのまあ新しい技術を仕入れてお金儲けに使うってこともおすすめです。ただまあやる気のある5月の15日やる気のない5月の15日ちょっと分かれるかなと思うので、ない人はまあしなくてもいいけど、ある人はその商売とかも挑戦なさるといいんじゃないかなというふうに思います。何事もね一生懸命取り組まはると思うので。ただまあルーティンワークは嫌いだと思うので、固定的になるっていうのはあんまりこう避けはった方がいいんじゃないかなというふうに思います。変化を取り入れて活動的な方が運気はいいよっていうところですね。そんな感じかな、だいたい言うたぞ。で、5月の15日生まれさんの人生の区切りは前半と後半に分かれまして、36歳までと36歳以降っていう構図です。で36歳までは教育とかコミュニケーションが重要になってくる。で、教育を受けること、教育を受けてる、教育をするって立場もおすすめ。その勉強をするってどういうことなんとか、仕入れた知識を使うってなんかナチュラルにやれると思うんですけど、なんつったんやろな、できるんならばで見守るってめんどくさいんですよね。やっとてやっていうのは簡単やねんけど、宿題やりやっていうのは簡単やねんけど、どこからどこまでが宿題なんて、な机の上片付けてって、ノートと筆箱出しなよって、ほんで書いてるの見て、あできたやんかって、あこれは消した方がええよとかってこうな面倒見て、でできた宿題はランドセルに入れろとな、ほんでからこう遊ぶとか、こうそういうなんやろな、何しか教育ってめんどくさいですよ。でもそういう教育みたいなものを勉強するっていうのは36歳までっていうのは有効、その役目かなとも思いますね。理解と共感っていうものが非常に武器になる人です。でそこはまあそういうまあ、社会に出ても、家庭であっても、パートナー間であっても重要なテーマかなというふうに思いますが、5月の15日の前半は教育とか、人間同士のコミュニケーションですね。素直な気持ちが言葉に出せるともっといいかなと思います。人がね応援してくれやすくなると思います。で36歳が転換期で、ここからですねちょっとこう家庭とか家族みたいなこう自分のお家、自分の家族っていうものにエネルギーを注いでいくみたいな人生っていうのの後半戦が始まりますよって感じです。でここまでの情報っていうのは心理学と数秘術と星占い
の情報で喋ってるんですけれども、私専門が手相占いなんですね。で、手相はあの同じお誕生日でもみんな違うくって、あの運命線とかで見てね、あなたの運命は南部構成で今何歳なんでここですねとかで、何歳になったら人生また変わりますよとかって話ができたりするんですけど、とっても面白いので、そういうのがお好きな方はぜひ手相を見せに来てください。はい。で、パートナーシップですね。仕事だったり恋愛だったりの共同経営者はどんな感じの人がいいのって話なんですけども、まあ、あの感情みたいなものは、まあ、まあまあ激しい方やと思うんですよ。で、あの心がちょっと右往左往するっていうかところあると思うの。もうなんか違和感に敏感やし、ああした方がいいんじゃないかなとか、これはすごいなとか、落ち込んだり元気になったり、忙しい方やと思うの。だからあの一緒にオロオロされると落ち着かないやろなって思ってなんか何でもかんでも真に受けて真面目に聞いて、そら大変やなとか、そらあかんなとかっていうよりかは、もうドーンと受け止めてくれて、あそうなんやって大変やと思うんとか、そうなんって、そんなこと気にする、そんな気にすることかなとかって、こう何やら良くも悪くもええ加減にあの受け止めてくれる人がいいかな。良くも悪くもその自立していって、あのいちいち驚かない人がいいと思います。どっしりしていて堅実な感じがいいと思う。で、それは あなたにしてみれば、行動力、なんか言ってから動くのも遅ければ、あのなんかこうやなんか言ってるだけでやってるに見えへんかったりとか、その表からやるまでの時間がさ5月15日早い人が多いから、なんか言ってる割に全然実行せえへんなとか、ゴミ捨てるって言ってからいつも経ってもせえへんなとかさ、あると思うねんけど、あのグズに見えてもそれは5月の15日にはない大事なものを持ってる重要な人ですよっていう風な考え方があります。はい、そんな感じというところで、ここまで聞いてくれはってありがとうございました。才能豊かで、あの日本というか、まあ人間のあのグループっていうものをまとめたりとか、あのその場を整える秩序感を持ったような人間の役目っていうものを結構担うような方かなというふうに思います。で、まあ人に応援されたりとか、あのあなたの考え、あなたの感性ですねっていうものをすくすく伸ばして人生楽しんでいただけたらなというふうに思います。ここまで聞いてくれてありがとうございました。楽しい人生をお送りください。応援しております。それでは、ほなねー。